こんにちは、道具屋です。今日は一色お魚広場のうな丼がレベル違いに美味しいと聞いてやってきました。でもその前にえびせん家族に立ち寄ります。あいにく工事中でしたが営業はちゃんとやってましたよ。お店はいくつかありますが、ここは碧南の矢作川の手前のお店です。バラエティコーナーは割れたのをお値打ちに売ってます。美味しさは全然変わりませんよ。あれこれ買いたい人にいいですね。ついつい買いすぎちゃいました。タコせんべいもあります。三河湾でシーバス狙ってて釣れない時によく立ち寄りました。新鮮な魚がいっぱいありますので免罪符にちょうどいいですね。中はこんな感じでお店がいっぱい並んでます。こちらが今回のお目当ての船吉さん。素晴らしいうな丼だそうです。一色町はうなぎの産地ですが、それにしてもこのメニュー安いですね。かば焼きもお値打ちですね。肝焼きは早く行かないと売り切れです。うな丼到着しました。嫁は3切れですが、女性ならこれで十分ですね。はい、いただきます。普通の言葉では表現できないほどの美味しさですね。山椒がありましたのでちょっと振ってみました。味変でこれもいいかも。美味しすぎて5分ぐらいで完食しちゃいました。名古屋市内の有名店よりも絶対美味しいですよ。ご飯の後は買い物タイムで足の開きゲットしました。エビも2匹ずつゲットしました。これは平貝の小柱なんですが、これめちゃくちゃうまかったですよ。買い物の最後に絶対外せないのがイカの姿焼きです。焼きたてを2枚いただきまして、1枚はすぐその場で食べました。外のベンチに座ってイカを裂いてからいただきます。でも買うときに裂いてくださいって言えば包丁で切ってくれますよ。熱々をハフハフ言いながら食べてます。美味しいわ。さて帰宅したらさばいて食う。晩ご飯はアジの干物と温め直しても美味しいイカの姿焼きとエビの塩焼き、そして小柱の刺身。今夜もプシュッと黒いやつ。味の干物はこれ肉厚で美味しいですね。シラスも買ってあったのでご飯にのっけました。最高。デザートはエビせんですね。そして2つ目のデザートはデンパークの道の駅でゲットしました。続きますのでまた見てね。